い、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。信長の野望創造戦国立志伝の、豊臣秀頼でのプレイ続きをやっていきましょう。まあ、コンセプトは前回ね、冒頭話した通り、大阪の陣、このシナリオを持って、豊臣家再興を目指すというコンセプトでやっています。すでにですね、豊臣審判系大名はほぼいない。唯一いるのがこちらの、片桐家ですね。で、残りはというと、ほぼほぼ徳川系になっていて、すでに徳川の大久保忠勝、さらには徳川配下の井伊家ですね、審判大名にあたる井伊家からも軍勢が大阪城に差し向けられているという状況です。ですので今回はこの隊たちをまずは迎え撃つというところをね、プレイしていくことになるかなと思います。早速続きをやっていきましょう。出陣する。まあ、隊は少なくても2隊に分ける必要があるかなと思ってます。で、武将なんですけど、秀頼があまりにも弱いので、本来秀頼でプレイしている以上秀頼で出陣したいところなんですけども、秀頼で出陣するとただでさえ厳しい武将事情がさらに厳しくなるのは明白なので、ここはちょっとですね、毛利勝長を出陣させることにします。で、これで敵を迎えましょう。おそらくこの後も続々と敵が攻め寄せてくるのが容易に想像がつくので、少しでもね、城の耐久力、兵の、残された防御力、これはね、貴重ですからね。かかれ。この情報をくれてやるのはもったいないんですけど、この大久保がどこに出てくるかわからない以上は、そこの呪文を捨てざるを得ないんですよね。やはりそこから出てきたか。であれば、雪村もこちらに差し向けて、2体でもって大久保を撃滅しましょう。これで決まりだ。で、圧倒的に城門を破られるので下がりましょう。かしこまりました。これで決まりだ。承知しました。敵が城内に侵入しました。また牛一が来たか。これで敵の数を8000まで増えましたね。任せないよ。我が敵を打ち滅ぼせ。これで決める。決める。いきます。熊谷直勝も来た。これだけの数が13000。厳しいね。お任せください。教えてやろう、我が戦を。これで決める。どんどん打っていかないとね、本当に厳しいですからね。六人戦の政府で語り口にせよ。これで決める。かかれ。下の門に敵が張り付いたので、勝長を回しましょう。あそこの門破られるのはもったいないですから、ね。稲の者、続け。敵が城内に侵入しました。見てるよ、ちゃんと。今回の戦いで本丸まで攻め込まれるとかなり厳しいですね。六人戦の旗、兵部で語り草にせよ。引くぞ。しましょう。表情を始めましょう。報告いたします。取引でまずは兵糧を売りましょう。御用を受けたまわります。兵
長老をね大事なんですけど、今金がなさすぎるので、どうしてもね就労の修復費に金をかけざるを得ない状況が続くので、ここは遺憾ではありますが金を使ってでも修復しましょう。で、あとは建設系はできないし、外交でいうと朝廷工作まで行けないか。であれば、まあ片桐さんとこの姫路池田、この辺りと同盟を結ばないと自利品なことには変わらなそうですね。では再び戦場に戻りましょう。行くぞ。お武勇天下に示す。我らには勝てぬぞ。どういうことなの、どうなんだろう。連盟したと聞かなかったりとかあるのかな。お前らに勝ち目はない。続きなさい。承知いたしました。大阪城に7100の軍勢か、どこの軍勢だろう。いずれにしても厳しいだろう。破られたね。壊れたものは決して逃さぬ。城門が破壊されました。私これで決まりだな。承知いたしました。これで決めます。これで決まりだ。お前らに勝ち目はない。かしこまる。かかる。池田がさらに3700に向かっております。5000で17000の軍勢が来るのか。続きなさい。厳しいね。かしこまりました。これで決める。敵が城内に侵入しました。さらに5900。これは抱えきれない。第2話で終わりそうだな。ここは一旦退きましょう。勝永は三の丸まで引かせます。承知いたしました。我が忠告、耐えた者は決して逃さぬ。承知いたしました。皆の者続け。どうした、かかってきな。よし、このままでも。よし、このままでも。これで勝機が見られる。で決めます。引け。一気に打って出ましょう。爆発ないよ。我が敵を打ち滅ぼせ。これなかなか見事な軍略だったんじゃないですか。引くぞ。よし、まずは退けたぞ。さらに3500近いな。しかもこの3500は近いね。とても近い。あっという間に迫ってきそうですね。今城の防御力はというと、1800か。これがどこまで増えてくれるかだな。さらに松平戦隊は2800。やめてくれよ。さらに1800。さらに5000。これはね、滅びますね、きっと。援軍が頼める状況では引き続きないんでしょ。援軍頼めないもんね。
敵が我が領内に向かっております。さてと始めましょう。先月の終始です。どうにもならないね。そうなるととりあえずの敵の数で言うと、今見えてる敵ですね。ちょっと整理していくと、まずは浅野長重3500、池田重俊3700、松平玉が2800で、これは時田広貞で合ってますか ?2800 で、遠藤利道かな ?4300。どうだろう、合わせて約2万。これを今の大阪城で迎え撃つのか、どうすれば勝てるんだろう。ちょっと勝つ算段が思いつかないな。もしかしたらこのターンでこの第2話で早々にこのシナリオが終わってしまうんじゃないかっていう危機感しかない。とはいえギリギリまでやっぱり迎え撃つしかないんで、外交もできないし朝廷工作もできない。迎え撃ちましょう。やっぱりもうここまで来ると大阪の陣で豊臣が生き残る術はなかったってことになっちゃうのかな。我が戦お見せしましょう。秀頼が出陣するといいことがあるっていうなら別なんですよね。あとは奥義一銭持ちと、あとなんだろう、牢城にいいのって何かないのかな。罹患とか持っていきましょうか。そうしましょう、奥義一銭と罹患を持っていきましょう。なのでまず大将を信重にして、まあ雪村ですね。で副将に罹患持ちと奥義一銭持ち、この2人でいきましょう。これで2200。出陣する。ちょっと勝てる気がしないけど最後の最後までちょっとあがきましょう。まずは城門がもうここしかないのか。うわこれ厳しいな。これで7200の敵だったら退けられるけど、後続で1万ぐらいの軍勢が来るわけでしょ。どうにもならないね。せめて城門がしっかりあれば、そして兵数がもうちょっといれば。早いね、後ろから迫ってくる敵も。こんなところで貴重な兵を失うわけにはいかない。早く帰ってこい。承知いたしました。かかってきな。城門をしたと、このやっぱり王位一戦は効かないのか。この武勇天下に示す。我らが一度とくとご覧あれ。城門が突破されたか。城門が破壊されました。ここからも純粋な兵力がなるように力押しでされると落ちるぞ。このターンで我が軍略を。戦場に立つには力不足だな。引け。逃げたければ逃げなさい。行きます。これで決めます。これが戦の作法よ。お前らに勝ち目はない。もう武勇天下に示す。
厳しいな。この松平玉2800が倒せなそうだな。承知しました。ここは引きます。ダメだ、倒せない。しかも後続でこの部隊さらに300600。いやー、これは無理だな。大阪城の守備も無理だ。これは滅びるぞ。包囲されました。兵数も200か。我が領内に敵が迫っております。いや、病にかかるのはいいんだけどさ、ちょっと待って、これ本当に無理だ。どうする。援軍の要請もできない。くー、厳しいな。いや、片桐勝元さん、盟友だって言うんだったら援軍出してよ。いやー、出陣するって言ってもな。100の部隊で何ができる。あがきますか。それでは参りましょうか。いやー、大阪城守りきれなかったが、いや、ちょっと予想外でしたね。ここまで早く滅びるっていうのは、もうちょっと粘れるかなと思ったんですけどね。想像以上に敵が多かったですね。もうちょっと攻め手の間隔が空けば、兵を回復したり城門をね、修復したりっていうことが間に合ったと思うんですけど、ここまで矢継ぎ早に攻められると兵も城門もちょっと持たなかったですね。かかれ、退却しましょう。退却するって言っても大阪城しかないからな。敵が我が領内に向かっております。我が方の城包囲されました。いや、片桐さんが兵糧を提供してくれるって言うんだけど、兵糧よりもさ、武将を出してくれ。敵が我が領内に向かっております。いやー、滅ぼされたか。我が方の城奪われました。丹波松平家っていうのがまた笑えますよね。丹波松、豊臣家が丹波松平家の家臣としてプレーを続けますか。これはちょっとさすがにないよな。徳川宗家ならまだしも、丹波松平家の家臣として秀頼がプレーを続けられるというわけでもないので、ちょっとね、これはリベンジ編をちょっと検討します。ちょっと今回はね、こういう結末になってしまったんですが、ちょっとこれだとね、なんだよって思ってる方も多くいらっしゃると思うので、ちょっと軍略を見直して、もう一度チャレンジしたいと思いますので、その時までにね、ちょっといろいろ考えて思案を巡らせておきたいと思います。というわけで今回はこの第2話までで終わってしまいました。豊臣家最高はちょっとね、今回は梅雨と消えるという結果になってしまいましたけども、最後までご視聴いただけた方、本当にありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。